自民党総裁候補、日本の総理を目指す石破茂候補です。盛大な拍手でお願いしたいと思います。そしてテーブルの上のご用の喉を潤していただきたいと思います。石破先生、よろしくお願いいたします。皆様こんばんは。石破茂であります。明日から自由民主党総裁選挙であります。26日の投票日に向けて5人の候補者が全力で戦います。その前夜にこの横須賀の地で牧島先生はじめ大勢の皆様方に本当にお世話になって、こういう場を与えていただきました。本当に急なお願いでありました。そしてまさしくお夕食時分で一日のお仕事でお疲れのところ、大勢の方々にお出かけをいただきました。この横須賀の地で前日にこういうお話ができる、本当に意義のあるありがたいことだと思っております。今我が国はまさしく準有事とも言うべき時であります。領土が脅かされ、国家主権が脅かされ、真面目に一生懸命やる人たちが報われず、外交関係は行き詰まり、エネルギーはどうなるのか分からず、農業、農村、漁業、漁村、林業、山村、どうなるか分からない。そういう時に我が自由民主党の総裁選挙が行われることになりました。私たちはこの国の政権をもう一度我が自由民主党に取り返さなければ本当に日本の国が滅びる、そう思っております。我が自由民主党は単に政権に復帰をすればいいのではありません。誰がやるかではなく、何をするのだ、何をするために自由民主党は政権に復帰しようとしているのか、そのことが問われております。あまりに民主党がダメなんて、次は自民党を勝つんじゃないの、そういう声が巷では時々聞こえます。そうなのかもしれません。しかし私は政権に復帰することだけが目的だとは全く思わない。民主党によって本当に失われたこの国の誇りや、この国の自信や、この国の責任をもう一度取り返さなければなりません。3年前に我々が下野をいたしました。300あった議席が119になりました。全滅した県もたくさんあります。それは民主党が素晴らしかったから勝ったのではありません。自民党は一度考え直せ、そういう国民のお声だったと私は思います。一言で申し上げれば、こんな自民党ではないはずだ、我々が愛してきたのは、我々が支持してきたのはこんな自民党ではない、大勢の人がそう思わなければあんな結果にはなりません。私たちはあまり長く政権党でおりました。いつの間にか国民の皆様に対する感謝の気持ち、恐れの気持ち、そういうのを失ってしまったのだと思っております。小泉総理が長くお務めになった後、総理大臣は毎年変わっていきました。安倍先生が高い理想を持ち、福田先生が真摯な思いを持ち、麻生先生が大変な危機感を持って内閣を作りました。ですけれども、私も含めて誰を顔にすれば人気が出て
誰を顔にすれば選挙に勝てるか、いつの間にかそんな自民党になってしまったのかもしれません。総理は毎年変わり、私は福田内閣で3回目の防衛大臣を拝命をいたしました。そこで与えられたミッションは、インド洋における補給を何としても継続せよ、これが私に与えられたミッションでありました。9月に防衛大臣に任ぜられました。9ヶ月の間に防衛大臣は私で4人目でした。木馬大臣、小池大臣、高村大臣、石破茂、本当にそれで防衛政策がきちんとしたものができるか、自衛官とは何なのだ、自衛官とは誓いをした人々の集団であります。ことに臨んでは危険を顧みず、身をもって職務の完遂に努め、もって国民の託に応えろ。公務員はみんな宣誓をしますが、身の危険を顧みないと誓うのは自衛官だけであります。誰でも死にたくない、誰でも傷つきたくない、みんな家族がいて大事な人たちがいて、でも危険を顧みない、そう誓うのが自衛官であります。そういう自衛官の命を預かる。そして軍隊というのの任務は実はたった一つです。国の独立を守ること、それをお預かりする防衛大臣がしょっちゅう変わる、そのようなことがあっていいと私は全く思っておりません。私たち自由民主党は政権に戻ることで何をやりたいか、この日本国を独立主権国家にしたいということであります。当たり前じゃないか、横須賀以外の人たちはそう思われるかもしれません。本当に我が国は独立主権国家なのだろうか。独立主権国家というのは、主権は絶対に外国に指一本触れさせない、それが独立主権国家であります。主権とは領土である、日本国民である、そして日本国を治める仕組み、この3つが国家主権であります。北方領土にも竹島にも外国の大統領が堂々と不法上陸をする、尖閣で中国の香港の船が来ても、海上保安庁の船に石を投げても、それを犯罪として認めず、やすやすと上陸をさせ釈放する、これが領土を大切にする国家のやることだとは私は思わない。じゃあ国民一人一人はどうなんだ。拉致問題は小泉総理が訪朝されて10年、いまだに完全な解決を見ていない。これは私どもが政権に戻ったらば必ずやりたい。自衛隊に日本人を救出する任務を与える。皆様方が例えば韓国に旅行に行かれる、動乱が起こって身の危険があって、命からがら空港に港にたどり着いたといたしましょう。我が自衛隊は日本国民を救出に行くか、おそらく行きません。行きませんというより行けません。なぜならば自衛隊法第84条には、防衛大臣は必要があった場合外務大臣と輸送の安全について協議し、
その安全が確保されたと認めるときは日本人の輸送を命ずることができる。これが自衛隊法第84条です。安全が確保されなければいけないんです。海上自衛官が、陸上自衛官が、航空自衛官が、いくら助けに行かなければいけないと思っても安全が確保されなければ行くことができません。危険だから行くのであって、安全だったらば民間が行けばいい話だということなのですけれども、そういうところに行けば憲法9条によって禁ぜられた国際紛争を解決する手段としての武力の行使、これに巻き込まれる恐れがあるのでいかない。こういうのを本末転倒というのであって、日本国民が避難に遭遇したときに助けに行けない自衛隊とは何なんだ、何のための憲法なんだ、何のための国家なんだということであります。そして外国人の方に地方参政権を与える、そういう議論があります。参政権というのは地方だけのものではない、やがてそれは国政にも参画するということになります。選挙権と非選挙権に分割されるものでもない、選挙権だけでいいのであろうということであれば、やがて立候補する権限も与えるということになります。そのようなことがあっていいと私は全く思いません。領土、国民も統治機構も私たちは絶対に指一本触れさせない、そういう国家を作っていかなければなりません。今年は日本国が独立して60年です。若い人たちは日本独立してなかったのって言いますが、今年は日本が独立して60年。我が日本国憲法の一番冒頭に何て書いてあるか。我々日本国民は平和を愛する諸国民の公正と正義に信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。我々日本国民の安全も生きていくことも全て他の国に委ねているのですよ。そんな国家がどこにあるのか。我々日本国民の安全も生きていくことも全て外国にお任せだ、それが本当に主権国家だと私は思わない。国の独立を守るのが軍隊、我が国で言えば自衛隊であります。憲法のどこを読んでもそんな規定はどこにもない。独立を守るための組織の規定が憲法にない、これが独立国家なのか。そして東日本大震災、原発事故、大津波、今佐藤議員からお話があったように、自衛官たちは誓いの通り全力で活動をいたしました。どうだった、自衛官たちに私も何とか聞きました。何が悲しかったか、自分の子供と同じぐらいの年の子供の遺体を抱えた時が一番悲しかった。そういう思いをしながら自衛官たちは身の危険を顧みず活動をいたしました。あの時に国家非常事態というものが宣言をされていれば、もっと自衛隊は迅速に動けたはずであります。仮にこの国が防衛出動を開始する事態になったとしても国家緊急事態は発令されない。これは俺の権利だ、これは私の自由、そういう人たちが大勢出てくる、それが敵のつけ目になります。私たちは言論の自由を持ち、思想信条の自由を持ち、結社の自由を持ち、
いろんな自由を享受しています。ですけれど、我々の権利や自由を守ってくれるのは日本国以外にありません。アメリカが守ってくれるわけでもなければ、中国が守ってくれるわけでもありません。その我々の権利や自由を守る日本国そのものが危うくなったときに、その日本国の独立を守るために国民に義務を課し権利を制限するのはどの国でも当然なことです。日本国だけがそれがない。なんで国の独立を守るための規定がないの？当たり前です。日本国が憲法ができたときに日本国は独立していなかったからです。独立していない国の憲法に独立に必要な条文はありません。日本国を守るのは連合国の占領、そして非常事態を宣言するのは連合軍最高司令官ダグラス・マッカーサーであったのです。我が自由民主党は、日本国が独立を果たした時に憲法を改正する、そういう思いでできた政党であります。その原点に我が党は戻っていかねばならない。また憲法の話か、またそんな話かというお叱りを恐れて、我々はこれを正面から語ってくることをしてきませんでした。解釈を積み重ねて、なんとか自衛隊を合憲と言ってきました。その限界が今来ていると私は思っています。今ここで我々がこれを訴えなければ、日本国はやがて独立を失うでありましょう。いろいろなことがおかしくなっているのは、すべてこの根本から我々が目をそらしてきたからであります。私はそのことを正面から問いたい。そしてこの横須賀という町は合衆国海軍、そして我が自衛隊、本当にお世話になり、いろんなご支援をいただいてきているありがたい町であります。我が日本国は、日本がやられたら世界中は助けに来てる、分けてもアメリカ合衆国は絶対に助けに来てる、世界中どの国がやられようが合衆国がやられようが何もしないが勘弁してくれ、そう言って世界中に叫んでいる国です。集団的自衛権を認めないというのはそういうことなのです。私がやられたら助けに来てね、あなたがやられても知らないけどごめんね。集団的自衛権を認めないというのはそういうことであります。おかしいじゃないか、そんな虫のいい話がどこにある。いやいや、基地を提供するからこれで勘弁しろって。横須賀であれ、厚木であれ、座間であれ、普天間であれ、嘉手納であれ、我々が基地を提供しているのは我々の自発的意思に基づくものではありません。我々は義務として基地を提供しているんです。国土を義務として他の国に提供する国は世界中どこにもない。私は合衆国との同盟関係はさらに強めなければいけない、そう確信をいたしております。防衛庁長官、防衛大臣の仕事をしているときに、いかにして合衆国との同盟関係を強めるか、小泉総理、福田総理のご指示のもと全力を尽くしてまいりました。しかしそのことと国土を義務として提供するということは別の話であります。私たちは自衛隊に何ができて何ができないのかということを知らなければ自衛隊の使いようがありません。このイージスには何ができるか、この護衛艦には何ができるか、この補給艦には何ができるか、この潜水艦には何ができるか、それを知らないで自衛隊を使うことはできません。素人なのが正しいといったとんでもない防衛大臣がおりました。自衛隊に何ができて何ができないか、
それを知らなければ国を守ることなど絶対にできません。法律、陸海空の装備、その運用、それを知らないで自衛隊の最高指揮官たる内閣総理大臣が務まると私は思いません。尖閣にしてもそうです。自衛艦隊司令官だった香田海将、元海将が書いておられました。いきなり大艦隊が来るということはありえない。しかし今のように漁船だの活動家だのそういうものがいつまでもやってくるとは限らない。日本の弱いとこをついてくる。海上保安庁には潜水艦に対する能力は全くありません。飛行機に対する能力も全くありません。だとすれば潜水艦で近くまで近づき、その後やいに紛れて上陸したときにこれをキャッチすることは海上保安庁にはできません。空挺部隊のように降下をされたときに海上保安庁にそれを守る力はありません。そこをどうするのかということを考えなければ安全保障にはならない。恐ろしいお話で、香港の活動家が巡視船にレンガを投げても公務執行妨害罪は成立しない。どれだけの海上自衛官が、海上保安官が悔しい思いをしていることか。そしてあれの上陸を防ぐ能力は海上保安庁になかった。平然と答弁をする。その政府は一体何なのか。皆様方、神奈川県警のパトカーに石を投げた、間違いなく公務執行妨害ですよ。なんで中国人ならよくて日本人ならダメなのか。法の執行も、命を懸けて国民の生命財産を守る人たちの誇りも、ずたずたにして何が日本国政府か。私たちは民主党に代わってプロの政権を作りたい。アマチュアの政権はもうたくさん。じゃあ自民党は本当にプロ足りうるか。そのことが問われているのだと私は思っております。法律についても誰にも負けない、予算についても誰よりも読める、そういう自民党でなければなりません。主権独立国家にふさわしい日本を取り戻す、それが私の第一の思い。この主権が侵されているときにそれを守るにふさわしい自由民主党、保税の皆様方のおかげで私は防衛の仕事を長くやらせていただきました。今私がやらねばならないと思うのは、そういう状況に対応できる自由民主党の総裁でありたいと、そう思うからであります。そして経済、財政、社会保障、必ずそれは立て直します。わけのわからないことをいつまでも言っていてもダメで、じゃあどうやったらば内需が増える、どうやったら物が外国に売れる、そのことを真剣に考えなければ、消費税を上げるための条件なんてのは整うわけがない。なんで日本の物が今外国に売れないか。作る物が高くて複雑で繊細だからですよ。携帯電話、自動車、日本のものは高い、いろんなものがいっぱいついているが、そのようなものは外国の人に必要ない。そしてすぐ壊れるようなものはいらない。高くて複雑で壊れやすいものではなくて、安くて強くて丈夫なものでなければ、なんでそれがインドやアフリカで売れるんだ。外国のニーズに合うものをきちんと作る。発電所であれ、上下水道であれ、高速道路であれ、そういうシステムを売るときにきちんとした保証を政府がつけなければ、そんなものは外国に売れない。そういう保証をきちんとつけて、そういうものを外国に売っていく、そのために日本は全力を尽くしていかなければならない。どうやっ
って内需を拡大するか。それは1400兆円と言われる個人資産、そのうちの6割は60歳以上の方々が持っておられる。今相続は親の方が90歳で亡くなり、相続を受けるのは60歳。そうするとそこで相続されるお金は実はまた貯蓄に回ってしまって、何の経済の成長にもプラスにならない。お孫さんに相続をするときだって相続税を安くすればいいではないですか。そしてその日本のお金がきちんと内需の振興に回るように使われれば、それだけで GDP は何パーセントも上がっていく。そのための仕組みを作っていかなければなりません。そして災害に強い日本、それは野党の人たちが、与党の人たちですね、次野党って言ってしまう与党の人たちに批判されるように、公共事業のばらまきなんぞはやりません。首都直下型、東南下、この横須賀もそうですよ。それが来た時、ああ、あのことをやっておけばこんなに被害は出なかったのに、そのための投資はやっていかなければなりません。船が来ない港とか、飛行機が降りない滑走路とか、自動車が通らない高速道路とか、そんなものを作る気は毛頭ないので、将来の投資のためのそういう公共事業は必ずやります。コンクリートが一重なぞという愚かなことを我が自由民主党は言いませんが、無駄なばらまきは厳にいたします。そのようにして内需を拡大し、外需を拡大し、経済を成長路線に乗せたときに消費税を上げるという決断を果敢に行っている。道路も橋もトンネルも港湾も次の時代に残りますから、次の時代の方々にご負担をいただくことはあっていい。だけど今を生きる我々にかかるお金がなんで次の人たちに払わせていいのか、そんなことにはなりません。そのようなことを私たちは次の世代に押し付けてはならないのであります。経済の成長、財政の再建、本当に困っている人に十分な福祉が行き渡る、福祉の再構築、これは我が自由民主党は必ずやらせていただきます。私はこの東日本大震災、大津波、原発事故、十何回私も現場に参りました。なんで民主党にできない。それは彼らは法律が作れない、法律を知らない、予算が作れない、実情を知らない、そんな人たちに復興ができるはずはありません。震災直後、私は政調会長でした。これはすぐに法律を作らねばならん。東日本大震災復興基本法、そういう法律を作り、これは農水省、これは国土交通省、これは厚生労働省、そんなたらい回しではダメで、ここに来れば全部できるという復興庁を作る。必要なお金はこうやって調達し、こうやって返す、その2つを柱とする。基本法は絶対に必要だ。政府はそんな法律はいらないと言った。ようやくと出してきた阪神・淡路大震災復興基本法の阪神・淡路を東日本大震災に変えただけの法律を平然と出してきた。法律が作れない、予算が作れない、何にどれだけ必要か彼らには分からない。そして何よりいけないのは地方に組織がない。国会議員こそわらわらとたくさんいるが、村会議員、町会議員、市会議員、県会議員、そういう組織がないから、どこで何が起こってるのか全くわからない。日本の復興もそうであります。我が自由民主党は法律を作るプロで、何が必要かという予算が組めるプロで、そして何よりも我が党は今なお
日本最大最強の政党であることを忘れてはなりません。今日も何人かの地方議員の方が私の事務所にお越しをいただきました。石破さんね、俺たちは歯を食いしばって自民党をここまで守ってきたんだ。昔金丸信さんが、自民党は野党になったらすぐバラバラになるさ、そう言っておられました。そうはならなかったんです。谷垣総裁のお人柄もあり、自民党は分裂することもなく今日まで来ました。それはそれぞれの地域で、北海道であり、ここ神奈川であり、あるいは箱根であり、小田原であり、私の鳥取であり、沖縄であり、自民党員にいていただくって大変なことなんですよ。何のいいことがあるんだって言われるんです。金まで取るのかと言われるんです。自民党員は自動振り替えではありませんのでね、党費は。支部長の皆さん方が一件一件ある、今年も党員継続してやだよ、頼むよっつって、そういう人たちがいて、地方があって我が党は今日まで来たんです。地方あっての自民党というのはそういうことです。今こそ地域が日本を立て直す、地域が自民党を立て直す、国会議員だけの自民党じゃありません。国会議員だけの理屈で動く自由民主党であってはならない。本当に汗水垂らし自民党を支えてきた方々の気持ちがきちんと生きる自民党、党本部に来たらありがとうございますと言ってくれる自民党、もう一回来たいなと思ってもらえる自民党、親切で丁寧で誠実で正直で国民に正面から向き合う自民党は地域から再生をしている。私はそのように固く信じます。3月11日震災1周年、東京の国立劇場で両陛下ご臨席のもと1周年記念式典がありました。追悼式典がありました。陛下からありがたいお言葉があり、岩手、宮城、福島、遺族代表がご挨拶をされました。岩手の60代、70代の男性の方、震災の2週間前にみんなの宝物だった孫の誕生祝いがあった。ちっちゃいけどささやかだけど、この世の中に幸せというのはあるのだと思ってしみじみと嬉しかった。2週間経ってそれはみんななくなった。孫も死んだ、家もなくなった、集まったものもほとんどが死んだ。この世に神も仏もないのだ、そう思った。2番目は宮城の女性の方でした。父も母も死んだ、息子も娘も死んだ。瓦礫の山と化した自分の町を見た時に地獄はここだと思った。3番目は福島の女子中学生の方、津波が来るぞというので走って逃げた。ようやっと避難場所にたどり着いた時に車が来て止まって窓が開いた。お父さんだ、みんな無事か、俺は消防隊員だ、これから現場に向かうぞ。お父さんを見たのはそれが最後だった。冷たくなって変わり果ててお父さん帰ってきた。みんなのために働くことが好きだったね、お父さん。でももう遊んでくれないんだよね、涙が出て止まらなかった。でも3人が共通して言われたのは、泣いても悲しんでも誰も喜ばないから強く生きるしかない。孫を、息子を、娘を、お父さん、お母さんを見つけてくれた自衛官の皆さん、消防官の皆さん、警察官の皆さん、本当にありがとう。世界中から、日本国中から支援を寄せてくださった皆さん、本当にありがとう。それが日本国民だと思います。私はそういう人たちのために自民党はあるのだと思っています。そういう人たちの心に応える自由民主党でありたい、そう思っております。
強い自民党を作りましょう。そして一人一人の涙がわかる、共に手を取る自民党を作りましょう。私は必ずそういう自民党に立て直してまいります。そのためには皆様方のお力がどうしても必要であります。世の中でいろんなことが言われますが、他の方はみんな立派な方々でありましょう。ですが私はこの危機管理ができる、そして国民一人一人の心に寄り添う自民党を作ることができる。私は日本で一番ちっちゃな鳥取県で育ちました。幼稚園も小学校も中学校も鳥取県で過ごしました。地方が立て直す自民党、危機管理ができる自由民主党、一人一人の心が分かる、痛みが分かる自由民主党、そのために私は明日立候補したいと思っております。26日の投票日まで全身全霊で尽くしてまいります。どうぞ横田坂の皆様、ご支持ご支援心からお願いしてください。ご挨拶ありがとうございました。ありがとうございました。日本の総理を目指す自民党総裁として26日皆さんの力が引き金を候補を受けられるようにお願いいたします。ここで激励の花束を我が牧島屋さん後援会会長夫人からお渡しをいただきます。先生頑張ってください。ありがとうございました。それでは最後になります。石破総裁実現へ向けて石破総理への道を私たちが作っていくことはありませんか。どうぞ市会議員の皆さん方壇上にお上がりいただきたいと思います。佐藤先生もどうぞここで皆さんお立ちいただいて頑張れコールを心一つに声高らかにご唱和いただきたいと思います。発声の音を渡辺浩一市会議員よろしくお願い申し上げます。僭越ではございますが、私渡辺浩一が、皆さんと一緒に頑張ろうコールをやらせていただきたいと思います。本日は太鼓も入りまして、まさに、我々の思いを鼓舞していただくということになっております。ぜひ私の後に続いて3回お願いいたします。足を肩幅に開いてできたら左手は腰に、右手を天高く突き上げていただきたいと思います。聖火丹田へそ下三寸、力を込めてよろしくお願いします。頑張ろう、どうぞ激励の拍手、そして握手等をしていただければ幸いでございます。